アーヘン大聖堂はドイツのノルトウェストファーレン州のアーヘンにある大聖堂である。アーヘン大聖堂はしばしば皇帝の大聖堂として言及され、この大聖堂は北部ヨーロッパでは最古のものである。786年にカール大帝がアーヘンの宮殿教会の建設を始めた。百十四年にカール大帝が死ぬと彼は自身の大聖堂に埋葬され、遺骨は 十三世紀以来現在に至るまで、シュラインこと生意物を収める切り妻、屋根付き家屋型容器の一品、カールのシュライン中に安置されている。大聖堂は、千年以上の時を経て、現在の予想位を整えた。アーヘン大聖堂の中心は、宮殿教会である。それは、後世の増築部分と比較すると驚くほど小さいが、建設当時は、それは、アルプス以北では、 最大のドーム建築であった。古典主義様式、ビサンティン様式、そしてゲルマン、フランク王国様式の要素を備えた心を奪う建築は極めて重要な記念碑的建造物の真髄である。アーヘン大聖堂は936年から1531年にかけての約600年間に神聖ローマ帝国の30人の皇帝たちの戴冠式が取り行われた場所でもある。 設計図の一部巡礼者の莫大な流入に対処するためにゴシック建築の時代に聖火隊のためのホールが造営された。それは二つの部分からなるガラスの礼拝堂でカール大帝没後600年を記念して奉建された。次来、アーヘンのガラスの家の壮麗な建築への称賛は決して止むことはなかった。1978年この大聖堂は ユネスコの世界遺産リストの登録のための最初の12の遺跡の一つになった。最初のドイツの、そして最初のヨーロッパの歴史上全般三つの遺跡の一つとしてである。アーヘン大聖堂の宝物館は、後期古典主義、カロリング朝時代、オットー朝とシュタウヘン朝の時代の傑作を展示しており、それらの中には、ロタールの十字架や、カール大帝の胸像や、 ヘルセホネの石棺のようなユニークな展示もいくつかある。アーヘンの大聖堂宝物館は、北部ヨーロッパにおける最も重要な教会の宝物館の一つとして言及される。1000年に、夫を3世は、カール大帝の霊安所を会長した。遺体は、保存に関して特筆すべき状態のもとにあることが、判明し、大遺跡の玉座に座り、皇帝のローブをまとい、 頭には定冠をいただき、膝には福音書が開かれたまま置かれ、手には王尺があったと言われている。夫を描いた大きな絵と彼の亡き皇帝への高貴なる眼差しは、アーヘン市長の大広間の壁画に描かれている。1165年、神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世は再び霊安所を開庁し、中に安置してあるものを、 パリアンの大理石製の彫刻を施した石棺に収めた。収めたものの中には、カール大帝の遺骨もあったという。遺骨は1215年、フリードリヒ2世のドイツ王大官に際し、統治工芸作品の高さを示す、傑作、生物を収める切り妻、屋根付き家屋型、容器、カールのシュラインに収められた。フリードリヒ2世自ら納骨したと伝えられている。 ほぼ同時期に制作された傑作、マリアのシュラインも本教会の有名な聖、異物容器である。アーヘン大聖堂に施されたプロビデンスの目の装飾。下側に、ローマ数字で、学力スビーと書かれている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。